華厳経巻の第五死体本題し、その時に文殊師利もろもろの菩薩に告げて曰く、仏師を説くところの躯体はこの娑婆世界において、あるいは害といい、あるいは逼迫といい、あるいは変にといい、あるいは境外といい、あるいは獣といい、あるいは死といい、あるいは絵根といい、あるいは不実といい、あるいは湯といい、あるいは道盲行という、説くところの苦渋体は、あるいは蚊といい、あるいは脳へといい、あるいは樹儀といい、あるいは核といい、あるいは方便といい、あるいは欠場といい、あるいは毛といい、あるいは念といい、あるいは純種状といい、あるいは天道根という、説くところの苦滅体は、あるいは無生下といい、あるいは陸上といい、あるいは弱上といい、あるいは無根といい、あるいは不死といい、あるいは無生といい、あるいは因縁道といい、あるいは滅といい、あるいは信心といい、あるいは自念中という、説くところの苦滅道体は、あるいは一乗といい、あるいは主弱乗といい、あるいは引導といい、あるいは苦行下坊といい、あるいは上振りといい、あるいは能者端といい、あるいは私費主といい、あるいは少人随行といい、あるいは千人行といい、あるいは十蔵という、もろもろの物資をこの娑婆世界のうちにて、格のごとき等の死体の名字、四十億百千なゆたり、もろもろの衆生の称に従いて、長伏戦とて、格のごときのセットなせり。注釈。躯体とは、名画の家宝は皆ことごとく空なるを言う。体とは、真実、不古の木なり。次。変異とは、三苦の中の絵苦にして、己の愛着するものの変異、破滅する苦のを言う。次。衆とは、八苦のいつなる御恩上苦にして、生老病死等の宿の収集する苦なり。次。エコンとは、苦によりて一切の悪を生ずるがゆえにエコンという。次。ゆとは、気概ある悪性の傘なり、傷なり。東毛経とは、無知愚人の諸行の義にして、苦をもって帰って行を捨てんと欲するがごときを言う。次に苦渋体とは、苦下の因を出す煩悩悪業を言う。悪業はよく生じの苦下を招き集めるがゆえに苦渋体と名付く。次、苦滅体とは、苦下を召したる下脱の境界にして弱滅の消化を言う。次、苦滅道体とは、滅体に至る因にして無量なる衝動の法を言う。次、十蔵、十の蔵とは、後に本教中に解けり。次、なゆたとは、数目にして害と訳す。万億、または千億なりという。次、長伏とは、調和、聖伏の儀にして、真悔の業を調和し、抗御し、もろもろの悪行を聖伏し、除滅するの意なり。もろもろの物資を娑婆世界に称するところの躯体のごとく、密訓世界においても、あるいは愚根と名付け、あるいは不可出と名付け、あるいは不爆根と名付け、あるいは佐布王佐と名付け、あるいは一切不実と名付け、あるいは分別類と名付け、あるいは諸所成就と名付け、あるいは大一概と名付け、あるいは道と名付け、あるいは真事と名付く。名付くるところの苦渋体は、あるいは樹と名付け、あるいは死と名付け、あるいは生と名付け、あるいは堅固と名付け、あるいは絵根と名付け、あるいは相続と名付け、あるいは外行と名付け、あるいは希望と名付け、あるいは証言と名付け、あるいは分別と名付く。名付くるところの苦滅体は、あるいは将棋と名付け、あるいは堅固と名付け、あるいは三端と名付け、あるいは安穏と名付け、
あるいは前首と名付け、あるいは長伏と名付け、あるいは一刀と名付け、あるいは離煩悩と名付け、あるいは不乱と名付け、あるいは苦行と名付く。名付くるところの苦滅状態は、あるいは妙称と名付け、あるいは不法と名付け、あるいは長出と名付け、あるいは言方便と名付け、あるいは不言と名付け、あるいは離変と名付け、あるいは覚悟と名付け、あるいは徳名と名付け、あるいは無常目と名付け、あるいは漢方と名付く。もろもろの物資を、かの密訓世界に、格のごとき等の死体の名字、四十億百千なゆたり、もろもろの主情の諸王に従いて、長伏戦とで、格のごときのセットなせり。注釈。密訓世界とは東方の世界なり、無常目とは優れたる目、すなわち、生へ優れたる知恵。の意味。次に漢方とは法とは体の義、死体を感ずるはすなわち動体なり、さらに司法あり、いつに一切の仏を見て悟り、二に一切の法を聞いて受持し、三に一切の腹密行を上慢し、四に大悲をもって説法し、衆生を満ぜしむるなり、この司法を感ずるを菩薩の道となすゆえに動体を漢方と名付く。次、もろもろの物資を、シャバ世界に名付くるところの躯体のごとく、最有世界においても、あるいは工夫と名付け、あるいは福団と名付け、あるいは大化石と名付け、あるいは上級と名付け、あるいは素重と名付け、あるいは上音と名付け、あるいは離生と名付け、あるいは脱離と名付け、あるいは南教授と名付け、あるいは小毛と名付け、あるいは聖力と名付く。名付くるところの苦渋体は、あるいは因縁と名付け、あるいは知見と名付け、あるいは恩輪と名付け、あるいは人情と名付け、あるいは滅身と名付け、あるいは球体と名付け、あるいは未弱と名付け、あるいは動員と名付け、あるいは増案と名付け、あるいは外離と名付く。名付くるところの苦滅体は、あるいは大義と名付け、あるいは尿薬分別と名付け、あるいは義中義と名付け、あるいは無料と名付け、あるいは剣と名付け、あるいは小毛弾と名付け、あるいは最小と名付け、あるいは上と名付け、あるいは獣と名付け、あるいは無意と名付く。名付くるところの苦滅動体は、あるいは滅火と名付け、あるいは消死と名付け、あるいは上分別と名付け、あるいは不体と名付け、あるいは人方便と名付け、あるいは出家と名付け、あるいは最上と名付け、あるいは死皮種と名付け、あるいは下脱と名付け、あるいは能霊下脱と名付く。もろもろの物資を、かの最有世界に、格のごとき等の死体の名、四十億百千なゆたり、もろもろの衆生の諸王に従いて、長伏戦とて、格のごときのセットなせり。注釈。最有世界とは、南方の世界なり、動員とは悪に導き入れること、義中義とは事前ことが善なれば義あり、しかも滅離最も優れたるがゆえに義中の義という。次、もろもろの物資を、シャバ世界に説くところの躯体のごとく、陸世界においても、あるいは華厳と名付け、あるいは死体と名付け、あるいは分別と名付け、あるいは輪廻と名付け、あるいは善行と名付け、あるいは一味と名付け、あるいは非業と名付け、あるいは厳然寺と名付け、
あるいは才者と名付け、あるいは邪賢と名付け、あるいは不可人と名付く。名付くるところの苦渋体は、あるいは呼気と名付け、あるいは分別と名付け、あるいは肝心と名付け、あるいは少子と名付け、あるいは種と名付け、あるいは気と名付け、あるいは臓と名付け、あるいは胆と名付け、あるいは脳症と名付け、あるいは剣爆と名付く。名付くるところの苦滅体は、あるいは東道と名付け、あるいは空と名付け、あるいは無空と名付け、あるいは昇魂と名付け、あるいは昇道と名付け、あるいは無差と名付け、あるいは滅死と名付け、あるいは最上と名付け、あるいは筆経と名付け、あるいは灰と名付く。名付くるところの苦滅道体は、あるいは真剣語と名付け、あるいは方便分別と名付け、あるいは義根と名付け、あるいは心象と名付け、あるいは理愛と名付け、あるいは症状と名付け、あるいは右辺と名付け、あるいは毅然と名付け、あるいは苦行と名付け、あるいは上古毛と名付く。もろもろの物資を陸世界に格のごとき等の死体の名四十億四千なゆたり、もとい四十億百千なゆたり、もろもろの主上の将に従いて長伏せんとで格のごときのセットなせり。注釈、陸世界とは苦を離れる世界、いい名前ですね。西方の西方の世界なり。次に、破印、印を破るとは、滅利を称して、五運の相続を断つを破印という。右辺とは、枠号の滅せざる間は、生じ相続して再現なしといえども、衝動を主して枠号を断滅すれば、生じもことごとく、生じもつく。ゆえに胴体を右辺と名付く。次に紀善、寄付の紀に全体の善、業を道に寄せ、道に寄せ、無老心を持って修行すればその業は真理と敬語して、会合してですかね、直に時期に菩提に赴くがゆえに毅然と名付く。もろもろの物資を娑婆世界に説くどころの具体のごとく、真実教世界においても、あるいは意欲と名付け、あるいは健康と名付け、あるいは戒分と名付け、あるいは情報弁と名付け、あるいは分別根と名付け、あるいは露天と名付け、あるいは照明と名付け、あるいは照下と名付け、あるいは闘魂と名付け、あるいは薄と名付く。名付くるところの苦渋体は、あるいは愛と名付け、あるいは感激と名付け、あるいは不可人と名付け、あるいは分と名付け、あるいは不祥種と名付け、あるいは神前と名付け、あるいは字と名付け、あるいは将棋と名付け、あるいは木と名付け、あるいは道と名付く。名付くるところの苦滅体は、あるいは相続団と名付け、あるいは下山と名付け、あるいは無名と名付け、あるいは不差と名付け、あるいは不善と名付け、あるいは無差と名付け、あるいは無識と名付け、あるいは無償と名付け、あるいは名と名付け、あるいは情と名付く。名付くるところの苦滅道体は、あるいは弱行と名付け、あるいは小行と名付け、あるいは終章と名付け、あるいは安穏道と名付け、あるいは無量寿と名付け、あるいは宿行と名付け、あるいは浄土と名付け、あるいは難徳と名付け、あるいは悲願と名付け、あるいは無敵と名付く。もろもろの物資を真実境外に格のごとき等の死体の名四十億百千なゆたり、もろもろの主上の将に従いて長伏せんとて格のごときのセットなさり。
注釈いきます。真実教世界とは北方の世界なり、次海分海に分けると書いて部分海にして、すべて宇宙の生を浮く宇といい、総じて25あり、おのおの一分なるがゆえに宇海分と名付く。次に宇宙、宇宙の諸方を総じて宇宙宇宙という。次に文とは、種々に差別するの義なり、およそ理に準じて、真生ずるを善良いですね、善悪の善と名付け、理に開廃するを悪と名付く。理は万全に通じて、いつなるも諸悪は理を離るるを見て万差なり、ゆえに実体を文と名付く。次、もろもろの物資をシャバ世界に名付くるところの具体のごときは、カニ世界において、あるいは漁師と名付け、あるいは非善友と名付け、あるいは先父と名付け、あるいは他言と名付け、あるいは新地獄と名付け、あるいは秘宝長部と名付け、あるいは絨毯と名付け、あるいはエコンと名付け、あるいはコモと名付け、あるいはコモコンと名付く。名付くるところの苦渋体は、あるいはトンと名付け、あるいはサと名付け、あるいはアクと名付け、あるいはショウと名付け、あるいはコウマクと名付け、あるいはソウと名付け、あるいはウカと名付け、あるいはフワイと名付け、あるいはフオセと名付け、あるいはエテンと名付く。名付くるところのクメッタイは、あるいはフテンと名付け、あるいはゲダッと名付け、あるいはムサと名付け、あるいはリアイと名付け、あるいはケンゴと名付け、あるいはシンジと名付け、あるいはリチと名付け、あるいはジャクメと名付け、あるいはケンショウと名付け、あるいはリオン的と名付く。名付くるところのクメッドウタイは、あるいは小語と名付け、あるいは無常と名付け、あるいは共同と名付け、あるいは栄光心と名付け、あるいは光明と名付け、あるいは分別報道と名付け、あるいは薄と名付け、あるいは尺弱状と、主弱状と名付け、あるいは承知と名付け、あるいは前下義と名付く。もろもろの物資よ、カニ世界に格のごとき等の死体の妙、四十億百千なゆたり、もろもろの衆生の称に従いて、長仏前とて、格のごときのセットなせり。注釈、カニ世界とは東北方の世界なり。次に無常とは、常いさかうとは煩悩のこと、煩悩を滅するがゆえに無常と名付く。次に臼とは、東京には如国、国のごとしとある。もろもろの物資を、シャバ世界に言うところの具体のごときは、尿薬世界において、あるいは絨毯と名付け、あるいは気税と名付け、あるいは俗刀と名付け、あるいは障子と名付け、あるいは悲観儀と名付け、あるいは露天と名付け、あるいは疲労と名付け、あるいは修房と名付け、あるいは脳症と名付け、あるいは利人と名付く。言うところの苦渋体は、あるいは流産と名付け、あるいは上乱と名付け、あるいは煩悩と名付け、あるいは類劣と名付け、あるいは表裏、なんか抜けた気がするんですけれども、もとい、もろもろの物資を、シャバ世界に言うところの具体のごときは、尿薬世界において、あるいは絨毯と名付け、あるいは気税と名付け、あるいは俗刀と名付け、あるいは障子と名付け、あるいは悲観儀と名付け、あるいは露天と名付け、あるいは疲労と名付け、あるいは修毛と名付け、あるいは脳症と名付け、あるいは利人と名付く。
いうところの句実体は、あるいはるさんと名付け、あるいは上乱と名付け、あるいは煩悩と名付け、あるいは類劣と名付け、あるいは表輪と名付け、あるいは怪異と名付け、あるいは髭だと名付け、あるいは所作と名付け、あるいは主と名付け、あるいは小毛と名付く、いうところの句滅体は、あるいは離獄と名付け、あるいは真実と名付け、あるいは離所難と名付け、あるいは非語と名付け、あるいは善因と名付け、あるいは随死と名付け、あるいは根と名付け、あるいは離死と名付け、あるいは無意と名付け、あるいは無死大と名付く、いうところの区滅動体は、あるいは辰無償と名付け、あるいは異彩印と名付け、あるいは前本と名付け、あるいは妙子と名付け、あるいは普天宝と名付け、あるいは右人と名付け、あるいは大能と名付け、あるいは能長伏と名付け、あるいは安穏と名付け、あるいは昼天と名付く、もろもろの物資を、尿薬世界に核のごとき等の死体の妙、四十億百千なゆたあり、もろもろの主情の称に従いて、長伏戦とで核のごときのセットなせり。注釈、尿薬世界とは東南方の世界なり。次。もろもろの物資を、シャワ世界に言うところの躯体のごときは、戦勝世界において、あるいは悪逆心と名付け、あるいは不調ゆえと名付け、あるいは邪念と名付け、あるいは露天と名付け、あるいは無残儀と名付け、あるいは頓魂と名付け、あるいは思念と名付け、あるいは死極と名付け、あるいは火山と名付け、あるいは右脳と名付く、いうところの苦渋体は、あるいは高知と名付け、あるいは来期と名付け、あるいは恩師と名付け、あるいは首脳と名付け、あるいは愚夫と名付け、あるいは方位と名付け、あるいは大師と名付け、あるいは弱所と名付け、あるいは無師と名付け、あるいは相続と名付く、いうところの区滅体は、あるいは愚足満と名付け、あるいは甘露と名付け、あるいは東所と名付け、あるいは無師と名付け、あるいは小毛断と名付け、あるいは安楽住と名付け、あるいは無料と名付け、あるいは断露と名付け、あるいは必死と名付け、あるいは不二と名付く。名付くるところの区別動体は、あるいは光明と名付け、あるいは賢治と名付け、あるいは知心義と名付け、あるいは称号と名付け、あるいは非消滅と名付け、あるいは非相続と名付け、あるいは浄土と名付け、あるいは消臭と名付け、あるいは情報面と名付け、あるいは証券と名付く、もろもろの物資を戦勝世界に核のごとき等の死体の妙、四十億百千なゆたあり、もろもろの主情の称に従いて、長伏戦とで格のごときのセットなせり。注釈、戦勝世界とは西南方の世界なり。高地広い地とは大工の木を称ずるがゆえに高地と名付く。もろもろの物資を、シャバ世界に名付くるところの具体のごときは、地世界において、あるいは露天と名付け、あるいは質理と名付け、あるいは善那生と名付け、あるいは絨毯と名付け、あるいは悪行と名付け、あるいは内悪と名付け、あるいは非戦闘と名付け、あるいは外所と名付け、あるいは苦悩と名付く、いうところの苦渋体は、あるいは農事と名付け、あるいは方便と名付け、あるいは火事と名付け、あるいは非実報と名付け、あるいは無邸と名付け、あるいは少女と名付け、あるいは理解と名付け、あるいは煩悩法と名付け、あるいは無料権と名付け、あるいは悪獣と名付く、いうところの区滅体は、あるいは衛心と名付け、あるいは不法意と名付け、あるいは真実と名付け、あるいは堂々と名付け、
あるいは象徴と名付け、あるいは理想と名付け、あるいは理極と名付け、あるいは無双と名付け、あるいは愚足と名付け、あるいは不祥と名付くいうところの区別動態は、あるいは境外混乱と名付け、あるいは苦毒獣と名付け、あるいは順義と名付け、あるいは広報弁と名付け、あるいは小盲人と名付け、あるいは十字道と名付け、あるいは過小数と名付け、あるいは少年と名付け、あるいは浄道と名付け、あるいは下脱と名付く、もろもろの物資を地足世界に格のごとき等のしたいのな、四十億百千な歌あり、もろもろの市場の称に従いて、長伏前とて、格のごときのせとなさり。注釈、地足世界とは正北方の世界なり。次、もろもろの物資をシャバ世界に名付くるところの具体のごときは、諸世界において、あるいは害と名付け、あるいは廃病と名付け、あるいは画書と名付け、あるいは新種と名付け、あるいは露天と名付け、あるいは水種と名付け、あるいは句と名付け、あるいは教表と名付け、あるいは無味と名付け、あるいは来居と名付くる、名付くるところの句集体は、あるいは行と名付け、あるいは憤読と名付け、あるいは悪行と名付け、あるいは樹脂と名付け、あるいは不吉しと名付け、あるいは財部、増読と名付け、あるいは故障と名付け、あるいは理想と名付け、あるいは思念と名付け、あるいは境外と名付く、名付くるところの区別体は、あるいは比重と名付け、あるいは秘書と名付け、あるいは妙訳と名付け、あるいは不快と名付け、あるいは不謀と名付け、あるいは不可量と名付け、あるいは大と名付け、あるいは隠しと名付け、あるいは理然と名付け、あるいは将棋と名付く、名付くるところの区別動態は、あるいは商業と名付け、あるいは利欲と名付け、あるいは体育業と名付け、あるいは入信義と名付け、あるいは実苦行と名付け、あるいは条件と名付け、あるいは次念と名付け、あるいは理想と名付け、あるいは愚祭と名付け、あるいは少子と名付く、もろもろの物資を諸世界に格のごとき等の死体の名を四十億百千なゆたあり、もろもろの主上の称に従いて常伏前途で、格のごときのせとなさり。注釈、諸世界とは下方の世界なり。もろもろの物資を、シャバ世界に名付くるところと、躯体のごときは下脱音世界において、あるいは特殊と名付け、あるいは主上と名付け、あるいは絵師と名付け、あるいは絵匠と名付け、あるいは将棋と名付け、あるいは知ると名付け、あるいは音と名付け、あるいは像と名付け、あるいは樹と名付け、あるいは櫛と名付く、名付くるところの苦渋体は、あるいは葛長伏と名付け、あるいは新種と名付け、あるいは農伯と名付け、あるいは常年と名付け、あるいは非変と名付け、あるいは理種と名付け、あるいは小盲と名付け、あるいは門と名付け、あるいは教表と名付け、あるいは音符と名付くいうところの区別体は、あるいは秘書と名付け、あるいは無常症と名付け、あるいは不言と名付け、あるいは滅状と名付け、あるいは症と名付け、あるいは無害と名付け、あるいは善獣と名付け、あるいは無人と名付け、あるいは孔と名付け、あるいは無下等と名付くいうところの区別動態は、あるいは事件良権と名付け、あるいは最適と名付け、あるいは分別心と名付け、あるいは入僧と名付け、あるいは難読と名付け、あるいは無量義と名付け、あるいは能奇妙と名付け、あるいは和合道と名付け、あるいは幸福道と名付け、あるいは将棋と名付く、もろもろの物資を下脱音世界に格のごとき等の死体の名四十億百千なゆたあり、もろもろの主上の称に従いて長伏前途で、格のごときのせとなせり。注釈、下脱音世界とは情報の世界なり。次、章と名付くる章とは、これを章にするときは、内なく
一物をも入れざるなり。次、無害、害さないとは、これを大にするときは、外なく万物を包容して損なうことなき北海の章なり。もろもろの物資よ、このシャバ世界および十方の十仏説に死体の名を徳がごとく、格のごとく東方の百千億の不可量不可数不可思議不可称無等無変無分在不可説の国北海に等しき一切世界のうちに死体の名を徳ごと、おのおの四十億薬膳なゆたり、もろもろの衆生の諸王に従いて、朝仏膳とて、客のごときのセットなせり、南西北方四上下もまたまた客のごとし。以上、死体本第四終わる。ありがとうございました。